東山事件とは、1977年5月8日に、成田空港問題をめぐって、空港建設反対派と機動隊が衝突した際、三立課、芝山連合空港反対同盟の支援者が、機動隊が発射した催涙ガス弾の頭部への直撃を受け、2日後に死亡したとされる事件である。5月6日に、新東京国際空港公団が、抜き打ち的に反対同盟が、 空港妨害のために建てた岩山大鉄道を撤去した。翌日には飛行検査が開始され、反対派が答えを燃やすなどして妨害する中、運輸省の y s 1 1型検査機、千代田号が初めて空港に降り立った。一方、反対同盟員及び審査翼活動からからなる成田空港建設反対派は憤慨し、5月8日に、 大規模な抗議活動を行うことを起都し、集会届を千葉県警察に提出した。しかし、県警は健康安定令で届け出が72時間前に行うことを定められていることを理由に要件を満たしていないとして拒否した。反対派は無許可でも抗議集会を決行することとし、会場を芝山町にある三部のお境地与田事務所として、 各セクトに連絡した。これを受けた千葉県警は、会場が空港の第5検問所に近すぎることから、ゲリラによる検問所襲撃が発生することを懸念し、集会を認める代わりに、会場をサンディ d 塚第2公園に変更させようとした。この連絡は反対同盟側に伝わらず、反対派は予定通り芝山町に集結することとなった。 集会当日となる5月8日の未明、火炎瓶による第5検問所へのゲリラ襲撃事件が発生し、機動隊員1人が負傷した。千葉県警は、会場に向かう道路上で、検問や規制線を張ることで、支援学生や武器の流入を防ぐつもりであったが、朝から大勢の反対派が会場周辺に集まったために、警察部隊を動かすことができず、 武器を持った学生らが殺到する事態となった。現地に集結したセクトの主力は、第四インター、中川派、川老教であった。集会参加者3,700人のうち地元住民は700人程度であったとされる。千葉県警は、公共性が強くないので届けを必要しないとの見解を発表して、無届けで始められた集会を黙認したが、午前11時過ぎに、 国道296号線に火炎瓶などを持った赤ヘルメットをかぶった学生らが現れた。学生らはエンジンを吹かした2台の乗用車に火炎瓶を投げつけて炎上させた上で機動隊に向けて突入させた。車両はガソリンスタンドの脇に突っ込んで激しく炎上、付近の林や倉庫に飛び火した。これをきっかけとして3700人の反対派と4000人の 機動隊の衝突が発生した。支援学生らは、投石班、鉄パイプによる武装班、火炎瓶班などに分かれて行動し、小型トラックが往復して武器が配られた。午後11時から午後2時までの3時間で、火炎瓶約500本を消費し、トラックに満載した約2トンもの石が投石に用いられた。またクロルピクリニリの瓶の投石も報告されている。 これに対し、機動隊は、催涙ガス弾発射や放水で応戦した。衝突の最中である午後1時に集会が始まり、戸村はじめ作反対同盟代表は、鉄塔が倒されたと言って、同盟は崩壊しない。今、鉄刀後に、新たな逃走拠点として、ヤグラを建設中だ。放置国家を抗言する。 者たちが自ら砲を破ったのだから我々は何をしても良いと激しいアジテーションを行った。会場からは機動隊への火炎瓶投擲が行われ、これに対して機動隊が催涙ガス弾を打ち返してきたため女子供もいる集会会場は大混乱に陥った。この日警察が発射した催涙ガス弾は訓練用模擬弾約10発を含む310発にも上った。 地元住民らは家屋への炎症を防ごうと、水や土をかけたり、敷地に逃げ込んできた学生らに庭を荒らされるなど、この日の衝突の巻き添えを喰らうこととなった。機動隊が学生らの攻撃を食い止めて構成に転じた直後の午前11時20分ごろ、衝突での負傷者への応急処置を行う目的で、反対派が芝山町大里に設置した。 臨時野戦病院への機動隊の侵入を防ぐために、芝山町横栗交差点の近くでスクラムを組んでいた、タクシー運転手の東山薫が、右後頭部を負傷し、意識不明の重体となった。反対派によると、当時東山は国道に向かって、仲間4人とスクラムを組んでおり、裏側から野戦病院に向けて、機動隊が向かう気配に後ろを振り返ったところを、 国道側から撃たれたガス弾一発が命中したのだという。東山は、非戦闘員を表す、赤十字マークがついたゼッケンを着用しており、この日は頭部をヘルメット等で保護していなかった。ノンセクトの支援者が集まる坂潮岡団結小屋のリーダー的存在であった東山は、仲間の自動車で成田赤十字病院に搬送されたが、直後に脳死状態となり、 二日後の五月十日に死亡した。去年27歳であった。死亡診断書では直接死因を解放性脳損傷及び脳座傷とされた。反対派側にとっては三里塚闘争での初めての死者であり、反対同盟に衝撃が広がった。戸村代表は東山の両親に面会して、申し訳ない、申し訳ないと繰り返して詫び。 東山カオルの死と題する中小彫刻を作成して、弔意を示した。この日の衝突で、機動隊144人が負傷し、反対派も296人が負傷、23人が逮捕された。東山の死をめぐっては、遺族、反対派側と警察側で以下のように意見が対立した。東山の両親は、 1977年6月15日に日本国政府と千葉県を相手取って総額9380万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こした。第1審では千葉地方裁判所が85年に原告の訴えを退けたが、控訴審では1990年に東京高等裁判所が千葉地裁判決を破棄して東山の死因を 機動隊が発射したがスダンが頭部を直撃したことによるものと推認し、3940万円の賠償を県に対して命じた。1996年に最高裁判所が千葉県側の上告を棄却したことにより、控訴審判決が確定判決となった。また反対同盟は、事件発生当時の警察庁長官、関東管区警察局長、県警本部長、 県警警備部参事官、ガス弾を発射した、機動隊員の5人を、殺人罪、特別公務員暴行両逆致死罪容疑で1977年5月13日に、別途刑事告訴していたが、千葉地方検察庁は、東海大学の鑑定結果を根拠に警察が、主張する、同志打ち説を採用して、不起訴処分とし、1984年に決心した。 最高裁でも覆らなかった。5月8日の衝突が激しいものとなった背景として、以下の事柄が挙げられる。岩山鉄塔は土地に再建された岩山闘争記念館2度にわたる行政大執行により、空港敷地が確保されると、反対派は1972年3月に、A カ走路の延長線上で高さ62.25メートルの岩山鉄塔を建設することで、 航空機の離着陸そのものを物理的に妨害し、飛行検査も実施できないようにした。さらに反対同盟は、鉄塔の共有持ち株を売り出し、全国から寒波を集めるとともに、撤去手続きを煩雑化することを狙っており、戸村代表は、10万人で共有しておれば、撤去にはいちいち持ち主に通知しなければならず、そんなことをしていたら5年、10年は、すぐ経ってしまう。 仮に無理に倒そうとしても、全国から集まる持ち主が黒山の人垣を作って、鉄塔を守るだろうと表現した。1977年1月11日、福田内閣が閣議で年内開港を宣言し、開港の最大の障害であり、反対派のシンボルでもあった岩山鉄塔をめぐって、反対派と当局が衝突することとなる。同年1月19日から、 鉄道撤去のための重機を運び込む道路の建設工事が始まる一方で反対派は4月17日にサンリズカ第一公園で鉄道防衛全国総決起集会を開催し逃走史上最大の2万3000人を全国から集めて規制を示した同年5月2日に空港公団が航空法第49条一項違反として鉄道撤去の仮処分申請を 千葉地方裁判所に提出し、千葉地方裁判所は5月4日に、書面審理のみで仮処分を決定した。5月6日午前3時頃、2100人の機動隊が、鉄塔周辺を制圧、封鎖し、反対派を排除した。午前4時過ぎに、現場に到着した北原金春事務局長に対し、千葉地裁執行官が、鉄塔の検証終了と鉄塔の撤去を、 一方的に通告し、周囲を反対派が取り囲む中で作業が進められ、午前11時過ぎに鉄塔の撤去を完了した。この時、鉄塔は航空法違反部分だけでなく根元から切断撤去された。空港高段側は撤去自体は激しい抵抗に合わずに滞りなく行えたものの仮処分の口頭弁論を上進していたのに、 事前通告なしで不意打ちを受けた反対派は反発した。1971年の行政大執行が終了して以降定期的に開催していた反対集会においては、農民らは機動隊とぶつかろうとする学生セクトに対して今は血を流す時ではないと抑制していたが、鉄塔撤去によって農民自身のタガが外れたため、この日の集会は最初から 逮捕覚悟のさっき立った闘争に変質していた。岩山鉄道は、その後、1990年に、新東京国際空港の安全確保に関する、緊急措置法第3条第1項の規定に基づく、使用禁止命令によって、使用禁止になった。一方、警察側では1971年の第2次、行政大執行中に発生した東方十字路事件で、 すでに三人の殉職者を出しており、反対派に対する激しい憎悪と恐怖が軌道隊員の中で蔓延していたことが推測される。実際、東方十字路事件の直後から機動隊員は反対派に人殺しと罵声を浴びせ、事件に関与していたとされる青年行動隊員や支援学生にリン地を浴びせ、半殺しにするなどの報復を行っていた。また、 当時反対同盟における実力闘争の主力であった青年行動隊員らが、東方十字路事件の裁判の被告となっていたため、参加できず、戦いの担い手を支援の学生、団体に頼ったために、外部から見れば、出は減る姿ばかりとなっていた。その結果、機動隊員の目には上実の警察の主張の、通り反対派が、極左暴力集団としか映らず、 これに対象者のない攻撃を加えた可能性がある。220人の部隊で倍以上の集団を相手にした、警察側の被害も大きく、警察官のうち125人が負傷しており、5月17日までに検挙できたのはわずか25人であった。この事件をもって、反対派と警察の双方に三ズ塚闘争での直接的な死者が出たことになる。仲間の 非戦闘員を殺害された反対派の警察に対する怒りは激しく、5月9日の芝山町長宅前臨時派出所襲撃事件につながることとなる。5月14日に吉川祐一、前田敏彦、中山千夏、荒畑高村、二五郎、大江健三郎、日高六郎など、市民運動家、文化人25人が、 大鉄道撤去と東山の死に抗議する声明を出した。5月29日に開催された東山君虐殺球団集会には反対派1万8000人が結集し、デモで逮捕者71人を出すとともに、機動隊との衝突で79人が負傷した。同日の早朝には、新空港自動車道の四街道インターチェンジ付近で、警視庁第9機動隊の車列へ過激派が、 ラジコン操縦する乗用車が突入している。この時過激派が攻撃に使った車両に搭載されていた火炎発射装置が故障していたため大事故を免れた。事件後、警察は成田空港警備でのガス弾の積極的な使用を控えるようになった。現在でもこの事件は三里塚闘争における反対派の犠牲者として特に強調されることが多い。ありがとうございます。